回北海道から最後にお送りするのは、海上自衛隊最北端の艦艇部隊余市防備隊から第一ミサイル艇隊の若鷹です。では早速タイトルコールいきましょう。余市といったらウイスキーで有名ですよね。実はこの余市町には海上自衛隊の日本最北端の艦艇部隊があるんです。余市防備隊は本部と第一ミサイル艇隊からなり、沿岸海域の安全確保を主たる任務としています。第一ミサイル艇隊には若鷹、熊鷹の2隻のミサイル艇を配備し、主に北海道西部の警備に当たっています。この第一ミサイル艇隊の紹介をするべく訓練に参加してみました。はい、若鷹広報係士官政務長古川兄と申します。どうぞよろしくお願いします。本日、こちらの若鷹の方を紹介させていただきます。どうぞ続いてください。ミサイル艇若鷹は全長50メートル、基準排水量200トン、16,200馬力のガスタービンエンジンでモータージェット推進機を駆動。主要装備は62口径76ミリ速射砲1機、艦対艦ミサイル艦上装置1式、乗員数およそ20名の少数精鋭で運航されています。本日の出航につきましては、訓練としまして小型の目標ですね、あちらの小型のボートがございます。あちらの小型のボートに対してどれだけこの近接の距離を維持して運動ができるかというところになります。今回高速航行40ノットを発揮しての航行となりますので、非常に集中力およびこの訓練を行うにあたってのこの船の性能の把握というのが非常に重要となってきます。高速航行40ノット、時速では1.85をかけて74.08、時速およそ 75km。 そろそろ出航みたいです。出航に向けての準備が行われています。出航はもうすぐですね。いよいよ出航。岸壁から離れていきます。沖に向かって進んでいます。じわじわと速力が上がっていますよ。あ、ボートを発見。あのボートを目標となる船と想定して追跡します。最大船速が加齢されました。最大船速とはその艦艇が出し得る最大の速力です。ミサイル艇若鷹は最大44ノット、時速およそ 80km で航行します。海上自衛隊の現役艦艇で最速なんですよ。ウォータージェット推進装置によりあっという間に最高速力に達しました。見てください、この波しぶき。ミサイル艇が高速で洋上を疾走する様子は海のスクランブルと呼ばれているそうですよ。さあ、訓練を終えこれから入港します。桟橋に少しずつ近づいていきます。入港しました。これだけの大きさの艦艇をあの速さで操艦するには高い操艦技術が求められるそうですよ。乗員の皆さんありがとうございました。訓練終了後、乗員の大山二曹にミサイル艇での勤務について紹介してもらいました。この7億と呼ばれる砲は62口径76ミリ速射砲です。私はこの大砲の補修整備及び球弾を担当しています。ミサイル艇は護衛艦と違い約20名ほどの人員で運用しており、少数精鋭でみんなが同じ任務同じ作業に取り組んでいます。そのため一番若い私でも家族のようなアットホームな環境で勤務させていただいております。
毎日の任務や訓練は忙しいんですけども、家に帰ると可愛い子供に癒されて、パパ、頑張るよ！日々の厳しい訓練、頑張ってくださいね。今回の缶詰はいかがでしたか？日本最北を守る砦ともいえる与市防備隊は、沿岸地域などの防備、災害派遣など、その使命を果たすため、日々厳しい任務に当たっています。次回以降も様々な任務に当たる海上自衛隊をご紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。